ょっと今2本早く伸びましょう。あの大事なことを忘れてました。私たち今日は公演約90分弱ぐらいを予定しておりますが大丈夫です。40分ぐらいしたらトイレ休憩があります。大事なことですね。大事な方がいらっしゃるので何人かいらっしゃる、私知ってますから、ちゃんと休憩はしっかりと、トイレは出て右です ね、 ですね。いくつもあります。たくさんありますから大丈夫です、ね、10分間の休憩が。音も大丈夫ですかね。音も補聴器の調整とか大丈夫でしょうかね。はい、大きい音だからね、あのちょっと調整がいる方はおっしゃってくださいませね。そうですね、大きい音で大丈夫ですか。具体的に大丈夫ですかって聞いて。安吉さん大丈夫です。大丈夫、大丈夫。もう優しいわね、本当ね。すみませんね、皆さん後で謝りに行きます。それでは続いてなんですけれども、はい、先ほど申し上げましたように私たちはデビューして8年9年目になります。その時に、このピーナッツさんのようなナンバーでということでデビューをさせていただきました。そのデビュー曲を今日はここで歌わせていただいていいですか。久しぶりにね、歌えますもんね。そうですよ、はい、踊りを忘れてました。そうですよね、私たちもね、はい、アイドル歌手です、ね、言い張ってますけど、なんだかんだ言って40過ぎです。そうです、初老のアイドルなんですよ。余計なこと言わなくていいんですけどね。本当そうなんで、ということで今日は 1.5 コーラスにまとめてみました。